えー、それではあの、えーっとあの、本当皆さんいろいろありがとうございましたであの、なんか僕も全然覚えてないことをたくさん教えてもらって、であの最後、えー、少し私から話をさせてもらいますで。これからどういうお話をするか、もう最終講義という講義の形態ではないのですが、あのあマスク外そうかな、はい。あのですね あの最後、あの執行部のセッションのときに、まあ、僕は研究委員長でどうのこうでいろいろ褒めていただいたんですがあの時々です、ね、不思議になるんですね。で、えー、僕はもうなんかデ,デザインに何も関係がないしで芸工大に来るまで芸術工学という言葉も聞いたことがなかったし。 芸術工学がまさかデザインの意味だっていうのも知らなかったし、そういうような形で、あの、まあ、芸工に、えー、1999年に、あの、赴任してき、えー、たんです。で、それで、えーな、なんだかんだで結局定年まで芸工にい,いて、い いってしまってときにさせていただいて、で、先ほどのように、なんかこう、ちょっと、ちょっと困るような言葉もいただいて、なんでこんなことになっちゃったのかな、というふうに、時々思うことがあってですね。で、それでちょっと、あの、なんでそうなったかを少し分析をしてみました。それを少し、あの、お話ししたいと思います。動かん。どうやって動くの スライドが動かないので、ちょっと待って。これあ、これか。えー、っとですね、これがあの僕の年表ですね。で、これ何,何度か出てきます。今全部,全部あの理解しなくてもいいんですが、えー、ど,どうなってるかというと、まああのえー、最初に井上先生から話していただいたように、まあ、ここが所属の、えー、大学とかですね、まあ、高校から始まってますが。 で、えー、どうこの今からお話しすることはですね、天気がやっぱり4回ぐらいあったような気がするんです。それでなんか今僕がここに立って話をしているような気がするので、えー、この天気について、あの、主にこれからお話をしたいんですが、こっち側がですね、あの、ないろんなところで少しお話が出てましたが、僕が、あの、専門として、研究者として何をしていたか、どういう分野だったか、で、あのー、 多分ほとんどの方が僕はなんとなく人類学っぽいっていうのは知ってらっしゃるかなと思うんですがあのー、僕も実はですね文化人類学とか一応今言ってるんですが文化人類学なんかなと思うこともいろいろありでまあ本当は考古学から始めたんですが、えー、そのあたりですね少しあのお話ができればなと思っていますで まずですね「第一の天気」がですね1974年調べてみたんですね高校2年生の時です。で NHK の、えー「未来への遺産っていう番組があってそこがどうも一つの、えー、天気になったように思います。 でえー、未来のさんこういう、えー、だから同じぐらいの年とか安越先生とかご存知かもしれないですが若い方は多分全然知らないと思いますが NHK、ね、スペシャルみたいなのって月に1回ずつこうやっていてで、まああのー、世界にいろんな、あのーまあ、あの考古学遺跡とかです、ね、いろんなものがあるというような話が、まあ、あるんです、ねで。これの えー、確かに2回目だと思うんですがなんかあの中米の,です、ね、あのマヤとかアステカとかの会があってでそれを見たときに何これとか思ったんですねでそれがどうもあの一つの転機でしたこれは佐藤智美さんがこういうイメージキャラクターを、えー、務めていてだからこれ74年だから何年前ですか、40? 50? 5? 5? 49年、もう50年前か。そんな前なんですね。で、ちょっとまあ、紛争も50年前っぽいですが、それでですね。で、これがですね、前の、えー、中心の遺跡のティカルという、グアテマラにある遺跡なんですが、もうこれを見たとき、なんか、なんか本当にすごいこう、ワクワク,ワクをして、でもぜひ、なんか前の考古学者になりたいって思ったのが、多分、あの、研究者、 になりたいって思った最初のきっかけじゃないかな。だから前の考古学者というのがどういう職業なのか、研究者というのが本当に職業になのか全くか今考えても全くわからないんですが、ただ。なんかそういうことがしたいなって思い出したのは。ここ、この。あの。かなり安直ですが、テレビが。の影響が。あります。それでですね。それでどうなったっ。この後何が来るか。 ああそれででですすねねこここれがあのここです、ね、未来ですで2番目2番目の点からですねだからその前の考古学者になりたいと思ったんですけどもその日本にやっぱマヤの考古学やってるとこなんかなくてでその学者もほとんどいなかったんですね。それで、えー、マヤだからマヤ,マヤだからというかメキシコに行こうかなと最初思って。 あのメキシコシティにうなむって言ってメキシコ自治大学かなっていうのがあってそこに行こうかなと思ったんですがなんか大学の先輩がうなむから帰ってきたばっかりの時に「あそこは勉強ならん」とか言うので「じゃあどこ行ったらいいですか?」って言ったら「いやアメリカに行ったらいい」っていうかあじゃあアメリカ行こうって思ったんですね。それで、えー、それでアメリカに行きました。 でえー、最初にあの井上先生が見せてくれた1980年に大学を卒業してで81年に行ったんですねでその間、えー、さっきあの重要だって言われましたが日米会話学院という四ツ谷にあるです、ね、英語学校に通っていてただあの英語学校でじゃ英語を勉強したかというと。 と,とてもそういうことはなくただその1年間非常にあの楽しい時間を過ごしておりました、はい、でそれやこれやで、まあ、アリゾナにというかマヤの考古学者がいるアメリカの大学でアイビーリーグハーバードとかスタンォードとかあるんですがアイビーリーグはあまりにも授業料が高くていけないので。 で,で州立大学を探していてイリノイ州立大学とテキサス大学とアリゾナ大学に願書を送ったんですね。そしたらアリゾナ大学が最初に合格ってきたのでじゃあもうアリゾナに行くって思って行ったということです。でこれがですねあの 僕のののままあその最後の母校になりますあのアリゾナ大学ユニバーシティオ・バアリゾナでえツーソンっていう町にあります。であの山の上に A って書いてあるあれは A マウンテンっていってまあ,あのアリゾナ大学の象徴的なえところになります。で、えー、そのアリゾナ大学にいた、えー パトリック・カルバートという先生なんですがこの人が「クラシック・マイア・コラプス」っていう本を書いてこれを大学4年生の時に一生懸命読みましたで、えー、卒論を書いてマ、まあの,の「古典記の崩壊」っていう何か今考えた訳はわからんあの卒論を書いたんですがでまあ,あのこの「クラシック・マイア・コラプス」を書いた、えー、パトリック・カルバートは あの、アリゾナにいたので、で、まあ、それでっていうことで、あの、行こうとした。で、行ってみたんですが、行った年になんか、あの、カルバト先生は、ガテマルかどっかに調査に行っていて、サバティカルでいなかったんですね。でも、せっかく行ったのにいいと思って、どうしようと思ったんですが、もう一人の考古学、あの、マヤ考古学者で、この、えー、この人ですね。 あのビル・ラッシュデッウ,ィウィリアム・ラッシジェっていうんですがこの人はもうちょっとあのカルバート先生よりも若くてで結,構し結構なんか鋭い論文を書いてていいなと思っていたんですが、えー、もうあんまり前の考古学僕が行った時やってなくてただ前の考古学っていう授業はその年にやっていたり取ったんですがただこの人が主にやってたのはこれ、えー、聞いたことがある方がいるかもしれないガベージプロジェクトといって。 ごごみ航空学っってていうのをやってたんですねゴミ考古学というのは要するに、えー、普通の家からですねゴミを集めてきてでそれをこう一個一個記録していってでその家からどういうゴミがで出るかっていうのを、えー、記録して分析することによって、えー、どういう人がそこで生活しているかみたいなのを、まあ、やる。で航空学ってて確かに昔の人が捨てたごみをこう 発掘して、分析をして、そのゴミを捨てた人たちがどういう生活をしていたか。まあ、考古学ただ、僕はですね、あの、こんなことも考古学なのかっていう、まあ、非常に衝撃を受けました。衝撃を受けたと同時に、あ、何でもあり得るんだなっていうふうにも思いました。で、だから考古学はやりたくて行ったんですけども、まあ、あの、ガベージプロジェクトとかですね。 えー、これはあのあこれ、えー、ラビッシュというあの本で、えー、これはですねあのステータンアイランドってあのニューヨークの,あの一番大きなランドフィルっていってゴミ捨て場ですねゴミ捨て場を、えー、発掘しているところの写真ですでこれがラシデででこれウィルソン・ヒューズこれはギャービンですギャービン・アーチャー、まあ、僕らの同僚だったんですが。 こういうことを、えー、し始めました。で、もう一つですね、あの、影響を受けたのは、これ、ビル・ロングエーカーっていう先生なんですが、民族航空学というのす。民族考古学というのは、航空学というのはもう、えー、今亡くなった、えー、人たちというか、文化とかそう、そういう遺跡を発掘するんです、民族航空学というのは、今生きて、えー ものを使っている、どういうふうにものを使っているのかっていうのを、えー、研究をしてそれ、そこから、じゃあ、ものから行動にどうやって、あの、情報を移していくかっていう、まあ、モデルというか理論を作るっていうのを、えー、主にやって、これもすごい面白くて、この、この、えー、動機はですね、これはフィリピンですね、フィリピンの あのカリンガっていうところの土器なんですけれどもまあ面白くでビル・ロングエーカーという人はちょっとさっきのラッセよりも一世代上の人ですがあのニューアーケオロジーの機種って言われていたようなまあ工学をですね新しくするような、えー、方本当にあのいい先生でしたがあの、まあ、ラッセもあのロングエーカーももう亡くなりましたが、えー、大変お世話になりました。 で、もう一人ですね、僕がお世話になったのまあ、これはマイケル・シュファーっていう人なんですが、この人の考古学もなんかすごい変わっていて、なんか、あの、ラジオがだ、古いラジオが、真空管ラジオが大好きな人で、もう真空管ラジオを多分なんか、100じゃ聞かないぐらいいっぱい持ってたんじゃないですかね。で、その人が、ビヘイビュアルアーケオロジーって行動考古学っていうのを、 でこれも大変面白くてで結局ですねあの僕の、えー、D 論の指導教員にシファーをお願いしました。と、うん、いうような形で、えー、アリゾナ時代でですね、あのー、あ天気前なんですが、えー、っとアリゾナにはですね94年の暮れまでいました。 でその前にですねあの、えー、どうしようかなと思って、えー、卒業あのドクター取ったの九91年なのでそれからまあポストドックやってたんですがでもどうしようとで今あの後ろに来てますがうちの子供は3人ともアリゾナ製でで、えー、これで一番上の子が10歳になる前ぐらい10歳ぐらいかな。 でこのままアメリカにいるとこの子たちはアメリカ人になるなと思ってでどうしようアメリカ人にするか日本,日本,日本に連れてか日本,日本人にするかみたいなのをちょっと思ってであのー、まあもしどっか口があればですね日本に帰ってこようかなというふうに思って92年ぐらいですか、ね、ちょっと帰ってくる少し前に、えー、宮崎国際大学という。 大学が93年間にでできたんですね新設の大学ができてそれの求人がなぜかうちの,あのアリゾナ大学の人類学部の求人ボード求人ボードで昔こう,こういう,こうなんかデ,データカードみたいなんでこう貼ってあったんですね。日本語ってローマ字でローマ字でというかアルファベットで書いててもすぐ分かるんですなんかパッとああこれ日本語だなと思って。 でちょっと出してみようと思ったら取ってくれたのでそれで帰ることにしましたそれで、えー、宮崎に帰ってあのー、アジャストネットワークっていう組織とですねそこで、えー、知り合いになってで、えー、アジャストネットワークを経由してバングラデシュに行くようになりましたでだからこ,うこれで見るとあのー まあ、あのドクターを取って帰ってで、えー、あの宮崎国際大学九9 5年からあの、まあ、入ってですねその間にアジア人ネットワークで、えー、今日の,あの中間のセッションでですねあのベンガル人の人たちがいろいろいろんなことを言ってくれましたが。 まあ僕は研究者としてはバングラデシュに育てられたようなもので、えー、バングラデシュに行くようになったことでいろんなことを試したしいろんなことを考えたしいろんなことを知ることになって、まあ、もう完全にあのバングラデシュにあの育ててもらって、えー、っていうことだと思うんですねだからこの3番目の天気は非常に大きくて。 でこれもですねさっき言いました民族工学をやりたいなと思ってで、えー、どっか民族工学できるフィールドはないかなと思ってたらなんかそのアジア人ネット知り合ったアジア人ネットワークの人が今度バングラデシュに行くから一緒に行かないとか言われて「行きます行きます」きますって言ってバングラデシュがどういうとこはよく知らずにあのバングラデシュで行く前にバングラデシュのことを知ってたのは。 あの、1972年ですかね、バングラデシュ難民救済コンサートって言って、えー、当時のビートルズのメンバーだとか、レオン・ラッセルとか、まあ有名なロックミュージシャンが、あのシェイスタジアムでやった、あのコンサートのことは知ってたんですが、それ以上のことは知らなくて、まあ行く行くって言って行ったのが、まあ始まりですね。で、だけどそのバングラに行ってから、こうピンクに、 なってますそれからすぐあと、えー、芸工大に取っていただいてですね99年に来たんですがまあ本当にあに楽しい日々を過ごしましたでこれエコアクションクラブっていうのがあの宮崎国際大の学生のサークルなんですがそれは僕があのなんていうサークルのサークルのなんていうんだ教,教員ですよね にやっていてでそのエクアクションクラブの子たちが宮崎にトロック鉱山っていうのがあるっていうのを、えー、どっかで探してきて「先生これやっぱり一回、あのー、スタディーツアーやろう」とか言ってトロクへ一緒に行ってでトロックへ行ったら今度はトロックのヒ素被害の支援をアジアヒ素ネットワークがしていてアジアヒ素ネットワークにつながってっていうような経緯でした。 で、そのアジャストネットワークっていうのはあのまあ、こういうあれなんですがそのトロックのトロック松尾鉱山のヒ素被害の え経験をアジアジに伝えようっていういそれをミッションにしている、えー、NPO 今,今でも僕メンバーなんですけれどもでこういうふうにですねアジア中にあの走線って広が地下水湿槽船がですね広がってるんですね。でこれはその大きな川の流域で、えー、十分に厚い堆積層があると、まあ、基本的にはヒ素が流出してくるんですね。 で日本の河川というか日本の注石地はもちろん基礎はある程度抽出するんですが日本はあの水,の、えー、水の流れの角度があるのでちょっと出てもすぐ流れちゃうのであんまり問題にならないんですが。 平べったい広い平べったいところ例えばあのガンジス川のデルタとかそういうところに行くとずっとそこに滞留していて井戸水をそれを飲み続けると、まあ、あの慢性ヒ素中毒になるというようなことでちょっとヒ素中毒の話をしてると長くなるのでやめておきますがそういうふうにして僕はバングラに、えー、行くようになりました。 でこれが1998年の2月に初めて、えー、バングラ行ったので、えー、ちょうどですね今25年経ったんですねこの前、えー、先週またバングラ行ったのであれが25年目のでこういうもうバングラの農村って本当にな,なんていうか緑の海みたいなところで。 あの、ヒソ被害だって聞いたので、僕なんかなん、なんとなくイメージする、あの、ムンクの叫びのような人がこう、フラフラしてるようなイメージだったんですが、行ってみたら本当に明るい農村で、あの、まあ本当に素敵なところですね。これヒソさえなければっていう感じです。で、えー、これはですね、今日、今日、なんか安子ちくん来てると思うけど、えー、この、 九州というか、宮崎ではイボルって、この辺でもイボルって言うんじゃないかなと思うんですが、九州のことはです、ね、知らなかったんですが、まあ、イボってます。もう本当は歩くのが大変で、こう、何、何、はまって動きにくい状態、イボる <laughs> っていうようなところで調査をしていました。で、えー、っとですね、これはあの、2005年ですから、こう,こういう本を出して、 でそのあとはですねあのさっき誰,誰か足っかの,あのテクナフの話をしてきましたが、えー、テ,テクナフの今度はあの森林破壊の調査を始めてこれまあちょっと重なってるんですけども始めてこういうところでやっています。 もともとこういうあの難民キャンプがあったんですが、えー、と2000何年やったっけ4年ぐらい前ですよ、ね、に、えー、皆さんまあご存じの方多いと思いますが100万人ぐらいの、えー、ロヒンギャ難民が、えー、ミャンマーから来て、えー、もう今こういう。こう 超,超高密度難民キャンプで多分、えー、だから、あのー、福岡の中央区ぐらいの広さに70万人ぐらい人が住んでいてだからこの一個一個が全部家なんですねっていうようなところでで先週もなんか火事が結構大規模な火事があってっていうようなことも、えー、起こってますこういうのをずっと、えー、調査したりして。 でえー、これはちょ,ちょっと若めですが浅野先生がなん,かなんか海岸で楽しんでいるところでこう,こういうこれはアビアさんがさっき見せてくれたすねこういう本を、えー、出したり、えー、しました。で、えー、ほ他に他にというかですねあと井上先生とかあの田上先生とかとあの鉄骨考古学っていうのを始めてですねこれはあのこういう、えー、バングラデシュに えー、そのイギリス領時代の古い建物があるんですが何年にいつどういうふうに建てられたかわからないんですねそれで少なくとも変年をしたいとこの,このものがどれぐらいの価値があるかわからないっていう話になって何、えー、か変年する手立てはないかということで鉄骨のです、ね、形状で、えー、その製造年代を まあ特定してで、えー、その建築年代を推定しようとでやってみるとそ,そんな簡単なことじゃなかったんですけどまあそういうふうにして、えー、鉄骨工学っていうのを始めてあのこれはバングラデシュだけじゃなくてですねアジア各地、まあ、オーストラリアもこれで行きましたね。でこれはあのチッタゴン駅でですねあの調査をしているところで何,何をしてるかよくわかんないですどなどか写真を。 あの長い棒の上にカメラがついて写真を見ているでこの頃の調査の写真も結構みんな,なんか楽しそうな顔をしていてあの最初の頃にあのいくつか写真多分楽しかったでしょうねこの頃の写真ってみんな,なんかこ,こんな顔をしてますでこれもなんかみんな笑ってるしでこう,いこういうことでこれもっと楽しそうですよね。 だからなんか割と楽しいい、えー、時期だだったんだろうと思いますそれでですねあどうぞでまあだから一応ベルエポックであのピンクに塗ってるんですけどこ,この時期は本当に何かいろんなとこへ行きたいとこにこういろんなとこへ行ってみてああこ,こんなのあるよっていうようなことで、えー、本当に楽しく。えー 暮らしておりますでその後に何が来るか全然予想もしてなくてで、えー、先ほどあの安越先生からもご紹介があったように、えー、安越先生からのメールでですね「僕の人生はここで一変します」でここで大きな転機、えー、を迎えることになりますで、えー、先ほどお話があったようにですねそうベル,が、まあ、ベルエポックの終わりですね はい、残念ながらであの先ほど2015年という話をしたんですが <laughs> えこれはちょっとあの中村美也先生の,あのやり方を踏襲しておりますがあの僕あの昔のメールをいろいろ探したら出てきましたでこれはですね、えー、2015年の8月4日ですね で、僕と井上先生と岸先生と3人で、チッタゴンの,のホテルでん飲んでいたところにポンってこれが入ってきて、入ってきてっていうか2時だからもうちょっと後だったのかな。で、あれとかあれなんか安子先生、いやほんとさっき安子先生言われてた、僕あ、安子先生と話もしたこと、ね、な何やってんやろとか。で、非常にあの不安になりました。で、えー、 でこ,こ,のこの文面ですよねあの。ただ僕が同じようなことを鶴ろん先生にもみ,んなみんなに何かあれは何か無意識の仕返しだったのかなと思いましたがこの文面何だかわからないですよねちょっとご相談がありますが早にいらっしゃる日常を複数教えていただく「<laughs> まずい」とか思って。 で、えー、帰ってきてきですねでこ,れこれもさっきあのお話がありましたこ安子先生の写真を探したらこれしかなかったのでこれさっきもうおい先生がお店になってましたこれは安子先生のご,あのご体感の記念の,あの本気の方ですね。はい、でそういうことでですねああの,あの、まあ、研復研究委員長にしていただいたんですがその2年後に。 研究2017年研究院長になりましてで先ほど事務の方々からもいろいろお話がありましたが、えー、本当4年間なんか改装だけしてたような、えー、でも、あのー、あれか「みんなのトイレ」も作ったし、まあ、インターナショナルオフィス作ったしあとメールコーヒーもあったしとかいうそういう楽しい思い出もあるんですが。 これが重たくてですね、ただあの本,当本当に何かね執行部というかそういう運管理運営をするなんて本当に夢にも思ってなくてすごいすごいなんか隙を突かれた感じがあってですねななんかあの薬学師先生から急に横,横バスがピュッと飛んできたようなそんな、えー、イメージでした。 ただそ,それであの執行部に入ってみて本当に思ったのはあのさっき事務の方いろいろ言っていただいた事務の方が本当に何かあの助けていただいて本当にありがたかったです。であれがなかったらもうどう,どうなってんだで特に会社の中でもう生野さんと本当多分毎日のように <laughs> 一緒に何かやっていてで結構何かもうその。 言っったたらま,まったりですね何よこれみたいな話をしてたんですがでまあなんとかこれをえやったっていうことになりますねでこれがまあこれさっきあの井原先生がもうちょっといい,い,いあの動画を見てでもこの絵自体この絵とかこの,あのグラフィック自体は井原先生に作っていただいた静止の方ですね。 でとにかくまあなんかい,いろいろそ,そんなどうせやるのは私のことやろうって言ったことを覚えてないんですがまあなんかやるなな,なんか変わったことしようよっていう感じでは、えー、いました。で、えー、それでですねさっき峰さんが今あの改装のあれでい,いろいろやってますって言われてましたけども。 あのー、本当なんかガサッと形だけ僕作ってじゃって言っていったので今もう大井先生とかはですね一番苦労されていて本当にちょっと申し訳ないんですがそういう状態になっています。で,でまあそういうことでですね、あのーえー、もう30分で10分オーバーしておりますがもう終わります。 本当は、あの、長い間どうもありがとうございます。でこ、こんなに、そう、やっぱり、こんなにたくさん来ているの、本当はあ,ありがたくてですね。で、本当、やっぱりなんかこう、ふと考えると、なんで僕はここで、ここにいて、こんなにたくさんの人が来てくれて、こういう話をしてるんだろうかと思うんですが、本当にありがとうございました。で、まあ、今後ともですね、あの、さっき、大本先生も言ってもらいましたが、まあ、少しは、えー、芸行のこともですね、お手伝いできればというふうに思っています。 でえー、あと、ですね、まあ、そのこれからどうするかという話なんですが、えー、できればですね、体の動きになんか違うことをしたいなと思っていて今、実はあの海外協力隊に応募していて、あのー、一次選考、合格いたしました。<laughs> それでただまだまだあの二次選考があって、えー、診断書出せたの面接にこういろいろあるんですがで、まあ、それ,それはまあうまくいくかいかないかよくわからないんですけどなんかあの日本じゃないところにちょっともう一回ぐらい住んでみたいなというのがすごくあの希望としてありますでもしその今の海外協力隊のやつがうまく採用になればです、ね、バヌアツというところに行きます。 場所は分かりますかね分かねらないです分からない人がほとんどなんですがあのオーストラリアとニューギニアとニュージーランドの中間あたりにある島ですでニューカレドニアの、えー、ちょっと北ぐらいですニューカレドニアが天国に一番近い島なので、ね、多分バナツ天国二2番目に近い島なうと思っておりますがも,あのもし、えー、行くことになって皆さんあの機会があればぜひバナツに。で <laughs> そんなになると言ってないですけどね。はい、えー、そういうようなことで、あの次少しなんか違うこともやりたいなというふうに思いつつやっております。本当に皆さんありがとうございました。えー、谷先生、どうも長い間ありがとうございました。えー、それでは恒例の花束贈呈に参りたいと思います、えー。未来からレオン先生が花束と記念品を用意しております、ね、どうぞ。 <laughs> all right. Um. Tani -sensei, thank you very much. Um. And also taking this opportunity, the um, members from the Design Futures would like to first give you the flower bouquet, and then after that, um, the uh, gift farewell um, retirement gift. Um. I'll talk about the retirement gift later. Okay. まずあの日本語でしましょう。あの谷先生あの、この場であの未来構想デザインの,あのメンバーがあのまずあの花けを送りたいと思います。はい、ありがとうございました、はい。はい次、次ですね。はい。So, for the souvenir, this is a、um, very special war clock. So hopefully, every day when you hang it on the wall in your house, you can have very good memories of geiko and design futures. So every day when you see, <laughs> uh, uh, um, okay, you have to open it <laughs> and um, see it later. All right, very delicate clock. Yes, hi. Ano, ma,簡単日本語であのこれがあの 壁掛け時計ですあの毎日先生あの時計を見ながらあの芸行とあの未来構想デザインコースですねとてもいいメモリーをたくさん思い出してください、はい、はい。ありがとうございました。<laughs>